こんにちは。病院薬剤師、ダマさんです。今回は、クラウド型が簡単に AI に代替されない理由を、されでもわかるように解説したいと思います。以前、私はこんなツイートをしました。以前もツイートしたけど、ドラえもんの未来はまだまだ遠い。これは、楽観論でもなく、バイアスでもない。 むしろ AI を当てにして課題を先送りしようとする我々への戒めと思っていいかもしれないそれが劉健君のこの動画を見れば理解できる DI 業務もまたしかり劉健君によれば実は AI には2種類あるのだそうです AI には強い AI と弱い AI の2種類ある 弱い AI は、人間の意思決定を補完する人工知能。強い AI は、それ単体で意思決定できる人工知能。現状は、弱い AI が主流のようです。結論として、弱い AI は日々進歩しているが、エンジニアの仕事はむしろ増えている。まだ効率化のレベルだということになります。 ささて、ててこの話を DI に当ははめてみたいいい、と思います。す、はい。どうもだまさんです AI の台頭によって DI 担当者の仕事が奪われるから今から DI の勉強をするのはナンセンスだって感じっていう人がいるんですけどあのそれは間違っててですね本田圭佑っぽく言うとですねそれは素人の意見ですしあのそんなわけないんですよ DI という仕事は、AI に代替されるような類のものではないんですよ。それを今回は猿でもわかるように解説していこうと思います。まずですね、AI には2種類あるんですよ。強い AI と弱い AI というのがあるんです。これはですね、ググってもらったらわかると、すぐ出てくると思うので、ちょっと調べてもらったらいいと思うんですけど、 弱い AI というのは何かというと、人間の意思決定を補完するような人工知能のことです。例えば、大量のデータから、そのある一定の傾向を抜き出してくるような人工知能だったりとか、あと、画像処理とか、フェイス ID とかもそう、人工知能ですよね。これらの人工知能があることによって、我々の作業はだいぶ効率化できるわけですよね。 で、そういう AI と、もう一方、強い AI というのは何かというとですね、それ単体で意思決定ができる人工知能なんですよ。あの、イメージしてもらうと分かりやすいと思うんですけど、ドラえもんとか、鉄腕アトムとか、まあそういう類のものですね。まさに人間と遜色ないような存在で、自分で成長して、自分で発信して、自分であの、イノベーションを起こしていくような存在。 まあ、そういうよういいよな強い人工知能とされてるんですねで現代の AI というのはその弱い AI か強い AI かどっちかっていうとですねあの完全に弱い AI なんですよあの強い AI ってそのうちできるとは思いますよドラえもんとか鉄腕アトムかとかもいつかはできると思いますただそれがいつ になるかなんてわからないじゃないですか。僕らが生きているうちにできたらいいんじゃないかっていう温度感じゃないですか。いずれそういう強い A. I. が登場すると。すべての仕事が D. I. 業務以外もされると思いますよ。それこそ調剤や服薬指導も。すべてロボットがやるようになるかもしれないですかね。ただそういう未来というのはまだまだ先ですよ。ってことなんですよ。 で今主流なのは弱い ai なんですよねその AI がどんどん薬剤師の仕事を代替していってるのが現在真っただ中なわけですよ。ただ現在弱い AI というのは人間の意思決定をあくまで補完する程度のものしかないので薬剤師の意思決定がさほど介在しないような仕事から奪われていくわけです。で 特にインターネットと面しているオンラインでの作業こそが何かが先に代替されていくわけですよね例えば薬剤師ならご存知の方も多いと思いますが Dr.Joy ていう無償のコミュニケーションツールがあります最近この Dr.Joy にですね、副作用検索システムという機能が付きました これがどういう機能かと言いますと PMDA が公開してます JDA という以前別の動画で紹介した医薬品副作用データベースがあるんですがドクター・ジョイはですね薬品名で検索するだけでこの JDA のデータを加工して視覚化してくれる優れた機能があるんです。こういういののは AI の得意分野ですよね。 ちょっと待ってもらえますかこの話まだそこまで単純ではないんですよ。このスライドを見てください。先日の動画でも触れていますが j d r には利用規約があって二次利用者に本利用規約を提示せずに本データベースにより提供された情報を用いて開発したサービスを利用させることは禁止する。ちゃんとそう書いてあるんです。まあ、 ドクター・ジョイの情報源は J 代に特化していますからこの目で確認したわけではないですが利用規約はちゃんと表示していると思うんですけど弱い AI だったら我々が気づかぬ間に規約違反を犯している場合だってあるわけじゃないですかあとですねそもそも AI は医療従事者ではありませんから医療従事者専用サイトにもアクセスできませんし 会員登録が必要なサイトも無理ですただ将来的に AI が人間の代理として認められる時代もあるいは訪れるかもしれないですが規約でがんじがらめになっている日本の現状を考えればまだずっと先の話に思えてきます。長くなりましたので話を少しまとめておきます。 ご覧のスライドはいわゆる DI リテラシーをプロセス別に表したものです。さて問題です。このうちどれが AI で代替できるでしょうか一番右の赤色。研究、想像は無理っぽいですよね。じゃあ真ん中の青色。評価、判断なら大丈夫そうですが、実は AI の世界には、AI には判断をさせてはならない。 という暗黙のルールーまあ将来強い AI の時代になったらそのルールも外れるとは思いますが。ということで一番左の緑色「収集・提供」なら大体できるということになりますがさっきも言ったように規制だらけの日本の現状では 情報の収集すらままならないということを知っておいてほしいわけです。以上のことから、クラウド型が簡単に AI に代替されない理由理解していただけましたでしょうか。私からのメッセージです。ドラえもん、すなわち強い AI にはギリギリ会えないかも。AI を待っていたら、 クラウド型は永遠に手に手入らないかもしれません。だからこそおみつくクラウド型医薬品種を作りましょう実は私は薬局長の先生方にリタイア後の起業を勧めています具体的にはクラウド型医薬品種。 フォーーミュラリでで起業しようと進めているのです。詳しくはこのブログで全ノウハウを公開中ですので興味のある方はぜひご覧になってください。今回のお話は以上なのですがこの動画ではこんなふうに複数の YouTube の匠の動画をもとに 企業を目指すす薬局長の先生方に向けてて役立つ情報を配信しままいります今回のネタ元動画はこちらよりご覧いただけます。また私自身も YouTube、Twitter をしておりますので、よければご覧いただき、チャンネル登録、フォローをお願いします。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。 またお会いしましょう。さようなら。